注目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、ニッスイのサンマカバ焼き、炙りサバの生姜醤油という2種の缶詰と、缶詰クラブマテドリのオリーブオイル、そして日蓮の、先に日蓮まとめて紹介しようという今思い自分でも思いました、からチーズかまぼこを食べたいと思います。本当はこの日蓮だけにしようかなと思ったんです。なんかちょっと前にこれだけ食べるある機会があって、なんかこれだけポツンと残っても寂しいかなと思ってこれも買ってみました。ではまずこの缶詰からいただきたいと思います。はい、こんな風になってます。ちょっとこのままだと怖いですね、なんか溢れてるし。はい、中身は、おお、本当にオリーブオイルに使ってますね。これは大きくて食べ応えありそうだ。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはサンマのかば焼き。かば焼きって大体うなぎかサンマのイメージがありますよね。あとイワシとかもあっけ。まあいいか、とりあえずこれはサンマのかば焼きです。ご飯に合いそうな色ですね。中身はちょっと、うわ、なんかちょっと思ったのと違うんだけど、はい、こんな感じになってます。ひたひたですね。ではいただきます。はい、ラストはチーズかまぼこ。プルンプルンしてますね。チーズの香りがすでにしています。これも美味しそうです。ではいただきます。チーズかまぼこも美味しいんですけど、やっぱり今回はお魚の方かな。あ、今回は缶詰は別で審判しますね。出ないと日水の方が勝つ確率高いですからね、不平等になっちゃいます。缶詰も新作出てるのかな、またチェックしてみたいけど、って今は日水のレビューに専念しないと、ってだったらなんで缶詰入れたんだって、もう自分でも混乱してきたよ。まあとにかく美味しくはありましたよ。今回の採点です。まず日蓮商品とこの缶詰を分けて採点したいと思います。これだけはイレギュラーな感じになりますよね。でこの缶詰ですが、意外にカロリーが低くてお肉の旨味がしっかり感じられて、ちょうどいい感じにオリーブオイルも浸透していて美味しかったです。ただオリーブオイルの香りがちょっと好みが分かれるかなっていう部分がありますが、そこはまあそもそもオリーブオイルの特性なので、その点も踏まえるとこちらの点数とさせていただきます。そして日蓮はこのサンマの浜焼きは醤油の甘みがかなり効いていて、歯ごたえのあるサンマとともに旨味が広がってきて美味しかったですし、こちらの炙りサバの生姜醤油はサバのふっくらとした味わいとともに生姜のピリリとした刺激が結構強めに来て美味しかったです。甘い醤油でそれが引き立てられたな。そしてチーズかまぼこはチーズの風味がしっかり感じられて、これもまたおつまみによく良さそうな味わいでした。この3つの中だと自分はこのサバの生姜醤油が一番好きでしたので、これを代表としてこれはこちらの点数とさせていただきます。おぼろ好き、駅を待つのぞこの人、何を待っているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。